当にあのお互いの意地のぶつかり合いで本当にプレーオフらしいゲームができたなと思いますし、まあ、結果的には負けましたけども、いいゲームだったので、ノリさん、はい、あのいよいよプレーオフですけど、そうですね。どうですか心境？心境はまあでもやってくれると思います選手は。ありがとうございます。心強いです選手は。心強い。状態いいですか？いいですいいです。めちゃくちゃいい。石田さんプレーオフですね。どう？いつも通りの試合、いつも通りの準備、でも緊張気持ちいい。いよいよプレーオフですね、はい、どうですか。まあもう負けたら終わりなんで楽しみちょっとだから。セイさん、いよいよプレーオフですけど、どうですか。セイシャ、ありがとうございました。あれセイシャそうですね、あの緊張感しっかり持って、まあ、チームの中でもすごい緊張感あるいい練習できてるんで、まあ、去年も一昨年も優勝取れてないんで、しっかり今年は優勝取りたいと思います。ありがとうございます、はい、これからプレーオフ入ってきますけど、はい、どうですか今の心境。いや、いいんじゃないですか。いい、はい、チームの雰囲気がいいっす。いい、はい、前回とは違う。前回とは違います。やっぱりサンゴリアスは同じ相手に3回負けれないんで、ね、冷めますよ。はい、申し訳ない。どうですか、セミファイナルですけど、いよいよ。いやもうね、2回負けてるからね、同じ相手に。うまいね。それこそもうセミファイナルとかじゃなくて、もう早くもう。おじゃん、一緒っす。一緒。じゃあ、木村さんはやるしかねえっす。やるしかない。じゃあ、橋本さん、ショータイムっす。かっこよ。ショータイム。いいですか。リカバリー。いや、一言ですか。リカ。ちょっといいですか。はい。今聞いて、まあいろいろ聞いてるんですけど、はい、まあいよいよあのプレーオフなんですけど。プレーオフね。どうぞプレーオフ。あ、ちょっと来る来る。はい。来るな。Me translate。いやいや。負けたら終わりっていうこの緊迫感、やっぱアドレナリン出ますね。出る。はい。あれもリーグ戦というか普通の試合時よりかはやっぱりでも緊張感はめちゃくちゃあるです。あと6日、はい、ですけどどうですか今のお気持ちは。まあ気持ちも体もコンディションいい感じです。チームの状態どうですか。あ、めちゃめちゃいいと思いますよ。いい緊張感、はい、いい緊張感持ちながら、ただもうあと2週間なんでね、楽しんでやりたいなと思います。はい、なんすかこれ。これは僕はちょっといつも試合、最悪時に勝てる旗に、ちょっと もう一回このチームに対する思いとか、この2週間どういう風に過ごすとかっていうのを、ちょっとみんなで寄せ書きしよう。Everything won't go perfect. There'll be mistakes like this. This is everything, yeah? This is our style. 1 year we've been working for this. They try to offload, get a reaction, 15 minutes. For that, we're preparing so that you guys can execute the 80 minutes. So let's make sure we execute everything for the whole 80 minutes. ガッツ
すごいなんかワクワクしました。楽しみです。あとプレーオフとリーグ戦の緊張感ってどう違います？まあやっぱり、うん、後がないってところじゃないですか。この1試合に必ず勝たないと次に行けないってところが、うん、まあ一番大きな違いかなと思います。プレーオフとリーグ戦どうしますか？生きるか死ぬかの戦いは、僕に聞いてるんです。タニ、俺聞かれたい。ショーゴは？ショーゴは？まあそうですね、うん。どういう？もう終わりっすね、負けたら。やっぱ全然違う。その雰囲気だったりとか、プレーオフの雰囲気って。そうですね。負けてもう次ない。炎みたいですね。So it's a good opportunity to encompass all of our aspects of our attack tomorrow. いろんなアタックの場面をいろいろ。絶対自陣に入れないこと。So we don't want to put them in our half. そのためにディシプリン。For that. ロールアウェイ。Roll away. でキックオフサイド。Kick offside. ここら辺のペナルティーを絶対。Those penalties, let's make sure we. Quick and there for シグマン。できるだけ早くセカンドマンの仕事をする。Always head up. だから常に前を見て。And you.明日の試合もプレーオフね。It's a playoff tomorrow, yeah? いつもと違う緊張感もあるし。Might be more nervous than usual. 試合中こううまくいかない時間帯もあるし。Might be times when things aren't going well. 自分たちのペースでできる時間帯もあると思う。But there's gonna be times when we had the momentum as well. 一番大事なのは本当にこのメンバーで。But the most important thing is with the members in the team. 繋がっていくこと。We connect. もううまくいかない時こそみんなハドルして。But things aren't going well, let's huddle.ワンボイスで同じ試合見て、次に何するか明確にして、戦っていくから、みんなで頑張っていきましょう。じゃあユニットしましょう。明日、あります。プレーオフどうですか？楽しみ。はい。ファーストプレーのイメージありますか？ありません。一つあのファーストタッチイメージなんかありますか？Maybe if it's the kickoff,、I'll kick the ball towards Harry Hawkins.、He will leap up high in the air.
and bring the ball down. Ah, yeah. Hey. お願いします。Okay. 皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。あの、いよいよ明日準決勝なんですけど、どうですか今心境というか。いやもうただ一つです。細木が明日は吠えてきます。ああ。吠えて。期待っすね。どうですか。まあ緊張してます。普通に。はい。普通に緊張してんの。はい。まだ明日何しようって決めてます。俺やっぱ自分スクラムス、うん、やっぱ期待されてることがもう一つあるんですけど、うん、そこはやっぱ自分の体に身を任して、うん、吠えれたら吠えたいいやもう、うん、思い切ってね、うん、吠えてほしいですいや楽しみです。プレーオフ初めてやん。プレーオフ初めてです。どうすか初めてメンバー入って。去年プレーオフ、手術で病室で見たっていう、うん、なんかこうチーム状況分かんなくて、今年はグラウンドに立つとすごい嬉しいです。いや、楽しみですね。楽しみです。逆スイングでください。緊張してます。何何トランスレーターね。トランスレーター、うん、明日のあー、トモロー、うん、ゲーム？トゥモローゲーム？今年初めての試合ですけども、うん、どうですか？フィーリング？フィーリング？グッド？いや、すごい very good for tomorrow。 うん、すごい楽しみだね。楽しみ？すごい感触もすごくいいよ。あ、そう。じゃあ、ファーストタッチはどうしようって考えてますか？You first touch? Flavor? Maybe tackle. I want tackle. おー、タックルが欲しいとのことです。じゃあ、明日の意気込みだけもらってもいいですか。One comment, please. Tomorrow game? Yep. Be a good battle tomorrow. Just get our fans out there and keep supporting us. Really excited. はい。ということです。ちょっと大活躍期待します。あー、やった。マシュラさん、ずっとプロスクやってますけど、今無理って感じ。今のちょっと肩上がってるもん。ねえ。ファーストタッチ。First one. 今日は一人一人役割を。Each person's role. Daily minute. Just fulfill your role. このプレッシャーの中で。And under the pressure. We're the only ones that are out there. Defend yourself.He's driving mistakes. Cover each other. Support each other. Okay. Let's go.